皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はアンさんが12月2日に届けてくれた、天使たちからのメッセージをご紹介します。2023年12月2日のメッセージ。親愛なる友人の皆さん、私たちはあなたをとても愛しています。ここ数年皆さんの波動の重要性について私たちが論じているのを多くの方が耳にしていると思います。子供の頃自分のエネルギー的波動の方が、自分の行動よりもはるかに重要であることを教えられた人は一人もいないでしょう。他人を喜ばせようと努力するよりも自分の内なるコンパスに従って行動することを奨励された人はごくわずかです。5次元パラダイムを受け入れることが多くの皆さんにとって挑戦的であるのも不思議ではありません。今日私たちはあなたを助け、励まし、物事をより深く説明し、自分のチューニングの力についてより深く学ぶための新しいゲームを紹介したいと思います。あなたの心の中に夢があると想像してください。今テレビであなたが今いる場所からこの夢を実現するまでの道のりを描いた映画が放映されていると想像してください。それはシンクロニシティ、喜び、達成の素敵な映画です。あなたがこの映画を見たいと思うことは間違いないでしょう。全く別のチャンネルでニュース放送があります。あなたの過去、現在、そして周囲の人々の今を繰り返し伝えています。それは今あるあなたの周りの世界についての新しい情報を共有しています。それは顕在化というものを理解していません。その結果未来に投影するとき、単に現在や過去を焼き直すだけなのです。このチャンネルを好んで見ることはあまりないでしょう。あなたが魔法のチューナーを持っているとします。幸せなことを思い浮かべると人生が優雅に展開する美しい映画にチャンネルを合わせるのです。不幸せになるようなことを考えると良い映画は一時停止し、自分のネガティブな思考と一致する瞬間に憂鬱なニュースステーションにチャンネルを合わせます。ご想像の通りほとんどの人は日常的に良い映画と憂鬱なニュースの間を旋回とは言わないまでも切り替えていることでしょう。良い映画は良い気分になるような思考をしている間だけ再生されることを理解すれば、多くの人は決して最後までたどり着けないことを容易に推測できるでしょう。行ったり来たり、行ったり来たりするのです。現実には多くの人がこのような人生を送っています。皆さんは自分のチューニングの価値に気づいた最初の世代です。あなたは新しいスキルを学んでいます。自分の感情を大切にし、よりよく感じられるものにチューニングすることを学ぶまでには、何度も何度もトライしなければならないと予想するのは妥当なことでしょう。新しい習慣を身につけるには時間と根気と練習が必要です。自分に猶予を与えましょう。さてあなたが本当にハッピーエンドを見たいのだとします。幼い子供がテレビゲームをするようにあなたはチューニングの練習を始めます。自分の思考と戯れながら気分の良い思考を見つけるのです。良い映画をもう一度再生させるために十分な気分の良いものを見つけられるかどうか、自分に挑戦するのです。そして自分を打ちのめす思考があることに気づき始めるでしょう。最初はイライラするかもしれませんが、少しずつ良い映画を長時間見ることができるようになるまで自分のチューニングを管理することを学ぶのです。そしてそこから離れた時、良いものに同調する能力に自信が持てるようになり、それを再び見ることができるようになるのです。やがて練習を重ねるうちにあなたはチューニングがとても上手になり、その良い映画を最後まで見ることができるようになります。親愛なる皆さん、あなたの人生はあなたがそれに同調するのを待っている良い映画なのです。皆さんのほとんどはそれがどんなに良いことであっても不快なことであっても、目の前の過去や現在に同調することを学びました。自分がどう感じるかをもっと気にするように教わった人は滅多にいないでしょう。
想像してみてください。交際を望んでいるあなたはそのことに集中するのではなく、それはあなたを波動の振動に向かわせるので、代わりに人生について愛すべきことを見つけること、人生で愛を分かち合う方法を見つけることに挑戦するのです。欲しいものがない時にそれなりのものに満足しないことです。そのような諦めはより多くのニュースチャンネルを得ることになります。それよりも今ここにあるもので良い気分でいられる方法を見つけることに挑戦しましょう。聡明な頭脳を使って、今ここで何億通りもの可能性のある良い気分の思考の中から一つを選ぶことができるのです。顔に当たる太陽の暖かさに気づき、感謝するのもいいでしょう。蜜蜂が世話しなく農作物の受粉をしていることに驚嘆するのもいいでしょう。あなたがカップに注ぐコーヒーのために愛情を注いでくれる何百万もの人々との素晴らしいつながりに思いを馳せることができます。座り、呼吸を整え、私たちの愛と援助を受け取ることができます。毎日あなたは良い気分になるための何百万もの小さな機会に囲まれています。今ここにハッピーエンドがないことに憤慨するだけで、ハッピーエンドにつながる良い予感や良い映画を奪うことはほとんど意味がありません。皆さんは幸せになりたいのです。今、そして今、また今それを選べば良い映画が上映され、さらに多くのことをもたらしてくれます。これが公平でないと感じている人もいるでしょうし、私たちも理解しています。しかし波動で動く宇宙に人間の法則を適用して人間のように機能することを期待することはできません。その結果多くの皆さんにとって夢を届けてくれる宇宙を信頼することは難しいのです。私たちは理解しています。これらの新しい概念が人間の意識に導入されたとき、皆さんの多くはまだ実行の三次元パラダイムを受け入れながら、それを存在の五次元の法則に適用しようとしていました。皆さんは実現するまで演じ続けることを学びました。そうすることであなたが望む波動を達成できるのであれば私たちはそれを奨励します。しかし波動をごまかすことはできません。どんな行動も、偽のポジティブさも、それがあなたを素晴らしい気分にさせなければ意味がありません。何年もの間、何人かの人が言ってきたように、実現するまでどうでもいい、の方がずっといいのです。良い気分になれない夢は無視して、もっといい気分になれることに集中しましょう。今私たち天使がそれを言ったのですか？そう、親愛なる皆さん、私たちは愛とユーモアを持って皆さんの多くがまだ気分の良くないトピックについて一生懸命になろうとするよりも、フォーカスを移すことによってよりインスピレーションを感じられるということを理解し、そう言ったのです。ずっと実現させようとして未だに良い気分になれないのなら、もっと良い気分になれる他のものに集中しましょう。あなたはそうでないものについて良い気分になろうとして自分自身を苦しめています。目をそらすのです。もう一方の方を向けてください。見つけやすいところに幸せを見つけ、自分の波動を自然に上昇させましょう。多くの人が視覚化を学びましたが、望む感覚を見つけるのに役立つならそれは素晴らしいツールになります。視覚化することでまだ手にしていないものについて考えるようになり、気分が悪くなるのであればワクワクするような美味しいランチを視覚化した方がよっぽど良いのです。ビジョンボードを作ることを学びましたね。それがあなたに喜びをもたらし、夢を先取りする力を与え、波動を高めてくれるのなら私たちはそれが大好きです。しかしビジョンボードを見るたびに、ああそうだった、私には決して起こらないな、と思うのであれば、親愛なる皆さん、ビジョンボードを撤去し、その代わりに見るたびにあなたの気分を上げるようなインスピレーションを与えるアートを飾ってください。あなたは心を静めて瞑想することを学びましたが、それを試みてもイライラするなら別の方法を見つけましょう。好きな音楽を聴く。散歩をする。美味しい料理を作る。
正直にやってみればネガティブな気持ちを沈め、今この瞬間に立ち会うことができる何かをそれぞれが見つけることができるはずです。できないと諦めないでください。あなたにはできます。神から与えられた選択権を行使し、現在に存在し、良い気分でいられる自分なりの方法を見つけるまで少し試してみるだけでいいのです。あなたが善であること、善を行うことを学んだのは、愛することがあなたの本質だからであり、私たちはそれを完全に奨励しています。もしあなたが恩知らずな友人を助けているのなら、しばらくの間は素晴らしいと感じるかもしれませんが、それが素晴らしいと感じなくなったらそれをやめるか、もう一度素晴らしいと感じる理由を見つけてください。皆さんの多くはあまりに多くのものを与えてきたため、他の人たちがお返しをしないことを苦々しく感じ、憤慨しています。しかし親愛なる皆さん、あなたはそれが良いことだと感じられなくなっても与え続けることを選んだ人たちなのです。あなたは自分の人生よりも他人の人生に心を注ぐことを選んだ人たちです。皆さんの多くは、受け取るよりも与える方が良い、と学びましたが、実際は満たしてからこぼし、満たしてからこぼすという、バランスの取れた流れの中にいる方が良いのです。スピリットから受け取れば受け取るほど与えたいと思うようになります。あなたが与えれば与えるほどあなたは神からもっと受け取りたくなります。この流れにとどまるために自分の感情をよく観察し、耳を傾けてください。自分の感情にもっと正直になることを学べばそれが喜びである時に与え、必要な時に井戸を満たすことができるようになります。あなたの波動が喜びを持って与える波動になると、同じように喜びを持って与える波動にある人たちを引き寄せるようになります。しかしもしあなたの波動が、しなければならない、あるいは、すべき、だから、たとえそんな気分でない時でも与えるというのであれば、同じように空虚な気分で与えなければと思っている人たちを引き寄せることになるでしょう。自分が与えるから与える人を引き寄せると考えるのは誤解です。これは実行の法則でしょう。しかし宇宙は波動の法則で動いているのです。実行の法則は存在しません。あなたがもっとやれば、宇宙はあなたのためにもっとやってくれるという法則は宇宙にはありません。常に良いことをすれば、常に良いことを受け取れるという法則はありません。あるのは波動の法則だけです。何をするにしても、行動そのものよりもそれをする時のエネルギーが途方もなく重要なのです。豊かな気持ちで靴を買えば多くの豊かさを引き寄せるでしょう。好きなことに喜びを感じながら没頭したり、新しいことに喜びを感じながら挑戦したりすれば、ネットの出会い系アプリで不幸に足踏みするよりも早くパートナーに出会えるでしょう。毎週末何人もの新しい人と出会い、その中から選別するのが好きなら、出会い系サイトで簡単に誰かと出会いたいと思う人はほとんどいないでしょう。神は何世紀にもわたって出会いをアレンジしてきました。あなたの行動は重要ではなく、あなたの波動が重要なのです。もしあなたが体の不調を癒そうとしていて医者と彼らが提供する治療が大好きなら、医者はあなたにとって良い働きをする可能性が高いでしょう。医者には不信感を抱いていて代替療法が大好きだという人は、代替療法の方がうまくいく可能性が高いのです。もしあなたが自分の症状を無視して喜びをもたらす他のことに集中したいのなら、それはあなたに喜びをもたらし、おそらく癒しももたらすでしょう。うまくいかないのは嫌な気分になる考えに集中したり、自分の感覚に反することを無理にすることです。たとえ死ぬことになったとしてもあなたが幸せに移行し、至福に幸せな現実へと進むまでは楽しく生きていたはずです。あなたの永遠の旅は今楽しいものになります。あなたの永遠の旅は今幸せになります。親愛なる皆さん、あなたの未来に何が見えるかについて重要なのは波動だけです。
自分自身に優しくあってください。あなたは勇気ある冒険者です。あなたは人類が記録された歴史の中で、見たことのないような大きなパラダイムシフトの最中に地球に転生してきたのです。皆さんは行動する人ではなく、チューニングする人になること、そして自分の行動が喜びとインスピレーションから生まれるようにすることを学んでいるのです。あなたに神の祝福を、私たちはあなたをとても愛しています。天使たち。いかがでしょうか？人との関係は複雑な思いがいろいろ絡み合って、自分の人生に思いもよらない影響を与えてしまいがちです。そんな時は一旦離れて、チューニングする時間に当ててみようと思いました。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。